ちはい、こんにちは。はい、今回の企画はですね、はい、思い出の場所を一致させろ、はい、何やそれ。まあ仲も良くて、うん、一緒に釣りはしてた、うんうんうん、わけじゃないですか、うん、だからいろんな釣り場に行っていろんな思い出があるはずなんですよ、うん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 、こんなでっかいの釣れたとか、うん、この渋い中釣ったとか爆風の中釣ったとか、うん、いろいろあるんですけど、うんうん、2人の中で共通の思い出の場所を一致させるってこと ね、ね、もちろん釣り場っすよ。釣り場、あの居酒屋とかじゃないっすよ。なんか居酒屋多めだから、そうね、そんな感じでですね、はい、思い出の場所を一致させろ、うん、という企画をやっていきたいと思います、うん、ルール説明が。ルールはですね、釣り場に移動していくんですけど、うん、そこの釣り場で30分間釣りをしてください。まあ30分間の間にいるのかいないのか、いないのかで、30分後にダメだなって思ったらまた移動ですね。また移動して3カ所ぐらいは、まあ、ノーヒントで我々ならいけんじゃねえかと。もし3カ所目で合流できんかったら、はい、そこでまず一旦連絡を取ろうと、連絡を取ってちょっとヒント、うん、まあ会えるでしょう。大丈夫でしょう。今もう55分なんで、はい、じゃあ早速準備してから出発していきます。レッツゴー。11時59分、はい、もう行きますよ。もう12時スタートなんで、あなた上と下どっち行くんですか。どっち行こうかな。どっちでもいいよ。俺上行くじゃん。あ、じゃあ俺下行く。スタートー。バイバイ、またね。またね。はい、ということでスタートしましたね。道中であったら面白くなくなるんで、ちょっと俺時間を 2,3 分ここでちょっと待機しようかなって思ってます。はい、それではですね、今もっちとバイバイってしたんで出発していきます。まあ、1カ所目はね、ちょっともう自分決まってるんで、1カ所目これ相手ファーストで考えてます。もっちが一番最初にエギングを始めた場所、そんな感じでね、ちょっとやっていきますんで、そちらに着いたらまた回したいと思います。それでは行ってみようかと思います。この企画で自分が一個気になってるのはですね、俺初手とこう釣り行く中でこう磯場にばっかり行くイメージがあるんですよ、自分の中では。ちなみに今日の潮が今ちょうど満潮下げ始めぐらいなとかな、まあ、満潮前後なんですよね。パッて思いつくところが満潮入れないポイントなんですよ。だからそこをどうしようかなって今すごい自分の中で悩んでて、磯のポイントに行くんじゃないかなっていうのがあるから、ちゃんとしたポイントには入れないんですけど、まあ行けるところまで行ってみたいな感じでちょっとやってみようかなって思ってて、堤防もあるけどどうしようかな。いや、でもやっぱり一箇所目ちゃんとちょっと抑えたいんで、磯場ポイントにちょっと行ってみようと思います。今もう30分経ったんですけどね、もうすぐ着きます。車がない時点でいないの確定なんですよ。俺の方が絶対時間かかるから、道順的に。うわ、おらん。ははくそ。釣りはしていきます。タイマーだけセットしますね。はい、30分後アラームが鳴ったらまた移動していきます。到着したんですが、道中言ってた通りここは干潮ポイントなんですよ。車がなかったからいないんです。やらかしてるこれマジで。やばいぞこれは。ちょっとタイマーね、今ついて30分間釣りをしないといけない。まあとりあえずちょっとここはここでちゃんと実績があるポイントなんでね、自分が初めて2キロアップを釣ったポイントなんですけど、春イカポイントなんですよね。昔は産卵場になってて大きいイカが集まってたんですけど、ちょっと最近はあんまり海藻の生え方が良くなくて、ここ何年かは釣れてないみたいなんですけど、まあまあとりあえず1箇所目会えなかったってことなんで、とりあえず30分釣りをします。ブルーポーション投げていきます。へー、あいつマジどこ行ったとや。
い、それではやっていきますね。思いのほか風強い風が、村茶のシャローですね。シャロー、ここは霜りがめちゃめちゃ入ってて、イカは結構居つきやすいポイントになってますね。結構いれば結構勝負が早いんですよ、ここ。見えるかな、そこ。そこに背があって、そのこの間を潮がこう入っていってるんですよね。潮の流れに乗ってこの辺でベイトを捕食するみたいなイメージで、このポイントはモッチがエギングタックルを買った時ぐらいですかね。初めて連れてきたポイントがここだったんですよ。釣れたんですよ。移動開始します。30分経ちました。あ、やべ、ちょっと待って、根がかる。え、音なんだ。根がかる。これはなごなりますばい、この企画。はい、1箇所目ダメでした。釣りに行き過ぎてて候補がありすぎるっていうデメリットがあるかもしれないですね。うわ、どうしよう、本当に。もうとことん行きますよ。あいつどこ行ったとや。移動します。どこに行こう、まだ考えてない。次はじゃあ大移動します。また着いたら回したいと思います。さあ、2箇所目着きます。いなさそうやな。ここでおらんかったらマジいよいよやな。ここにいてくれ、もっち。いなさそうやな。泣きたい。おらんか。もういないのが分かってる。おらんか。辛い。いませんでした。どこ悪いの、もっち。はい、ってことで、まあ、とりあえずここで30分釣りします。思います。さあ、いませんでした。どこ行ったんや、あいつ。あえんて難しかな、この企画。本気かよ、もっち。まあいいや、とりあえず釣ろう。おー、炭跡エグい。エグいですね、炭跡が。ベイトやば。やばい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 。炭跡がやばいでございますよ。ベイトえぐ。ここで外したら、このフィールドにはいねえってなっちゃう。来たー、ほら、おったー。早かったね。めっちゃおるもんだって、そこらへん。このベイトがあまり全部じゃないと。上がるかな。うらラッキー、イエーイ。うら、いいサイズじゃないんですか。イエーイ、イカ釣れたよ。うら、イエーイ。これはキープします。そのまま続行します。1投目ですね、1投目。ベイトがえぐいもんな、今日。ちなみにここのポイントはこっちにも防波堤があって、
もう中は悪くないんですけど、後ろはですね、自分のこう潮が入ってくるイメージですね。こう入ってきて、ここにイカが溜まりますよっていう感じのところです。ここでの思い出ってのはですね、モッチのロットでレディースの710とセルテートのねタックルネチネチ探ってたんですよ。ワコーンのって、そのイカが今まで釣ったイカで過去一引いたんすもんね、確か。すごい記憶に残ってますね。よし、移動。次のところがね近いんで、すぐ行きます。うわー、3カ所目どこ行こう。うわー、どうしようかな。もうこっちに来てないんだろうな多分。はい、ということで3カ所目に向かおうと思うんですけど、ちょっと悩みながら移動しようと思います。次のポイントは近いんで、回しながらそのまま行きます。マジ賭けなんすけど、1箇所目行ったところにちょっと戻ってみようと思ってます。ってことでもうすぐ着くので、ちょっと急いで行ってみようと思います。いいのーなー。お願いで、もんちゃんで。本気かよ、どこいんの。いないっすね。30分間やっていきます。スタートはブルーポーションノーマですね。ここはね、リレーの動画でもおなじみのポイントっすね。ちょっとワンナイ打ってみるか。ちょっと風強すぎるな。ここね、面白いことがあってね、ここ水道になってるんですよね。で、こうずっと向こうの港まで抜けてるんですよね。で、ここ角になってるじゃないですか。このライン上で2.3 やったかな、上がったらしくて、やっぱ刺してきてたんでしょうね、ご飯食べに。何箇所目いませんでした。で、ショタから LINE で3箇所目に着いたら電話してってことだったんで、電話しようと思います。かかってきました。おい、おらやないかい。おらやないかい。逆や、こっちのせいや。おらやないかい。はぁ、あ、お前どこ行ったよ、マジで。いや、逆な。逆。逆。いや、仲悪いわ。もうないわ。なお。もう場所がないわ。もう分かり合いとらんやん、全然。もう場所がない。多分やけどね、そこそこ遠かとこにおると思うよ、お互い。マジか。とりあえずショタが4カ所目のヒントはちょうだいじゃん。で、言いますよ、4カ所目のヒント。うん、30分じゃ帰りたくない場所。30分じゃ帰りたくない場所ね。絶対30分じゃ帰りたくない。分かった、なんとなくもう分かったよ、俺は。俺ここはさ、ちなみにやけど1箇所目と同じとこに戻ってきたっさ。もうね、ここ爆風っていうのも分かってるし、釣りにならんと分かっとくけど、とりあえず30分降ってくるけん、今から。とりあえず30分降ってきて、で、俺はそこまで行ってくるけん、もう。うん、俺が4カ所目行っておらんかったらまた電話するけんじゃん。死ぬ、もう死ぬ死ぬ。了解。まあまあ、そういうことで。じゃあ、はーい、はーい、よし、風強いけど釣りしていきますよ。ちなみにこのポイントはさっき潮が高くて右に行ったんですよ。本当に思い描いてたポイントは左なんですよ。大会で2キロ釣ったポイント、青さがすごいんですよ、左側は。ここが浸かるから潮が高い時はいけないんですよね。2キロ釣ったポイントですね、ここが。
よし、30分経ちました。はい、到着しました。移動がやばいね。今3時48分です。風の予報を見たらここになるんじゃないかなと。行ってきます。こんにちは。こんにちは。こっち横打たせてもらっていいですか。ありがとうございます。優しい方だ。ちょっと濁りが入ってるな。それでは間の30分スタートします。仕様的にはあんまり欲しくないタイミングなんですけどね。ちなみにカメラ映っちゃったかな。つけてしょっぱなにね、通りすがったおじちゃん、3キロ半あの人に目の前で3回見せられて心折れたんですよ。ずっと俺が入ってたんですよ、朝から夕方まで。で休憩してる時におじちゃんが来て、スペッて入って、スペッてあげて、3キロ持って帰ったっすね。泣きたかった、ちょっとエギ展示ですね。エギ王の10周年のモデルのやつですね。エギ王10周年モデルのやつ。ちょっと待って。もっちが現れるんなら、多分10分前とか、多分ギリギリのラインが現れると思う。おそらく次行こうと思ってるのは反対側っすね。東側。多分ショタも単純にちゃんと釣りをしたいんだろうと思うので、結構今日は風が強かったので、30分じゃ帰りたくない場所って言われたらもうそこしかないもんな。進化つけてます。ちょっとでもね、ちょっと飛距離を出して、この潮に届くように、ちょっと進化を入れてます。奥の方の潮に乗せてあげる。あと8分しかない。あいつ何やってんの？マジで。コントかないよね。ここしかないでしょ。30分で帰りたくない。いましたよ。来ました。あんたどこ行ってたのよ。こっちのセリフやわ。どこ行っとったんよ。もう疲れたわ。第一ヒントで行けました。第一ヒント。マジこれおらんやったらどうしようかな。いや、もうマジ死ぬと思った。しかも残り時間見る、あと3分やから。いや、危ね。移動やったっけ。危な。で、超かゼロよそれ。ふざけんなって。当たり前やない。じゃあとりあえずじゃあ釣りしますか。ちょっと釣りして最後にちょっと答え合わせを。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ疲れましたよ。いや疲れたわ。どういうことよ。誰この企画持ってきたの。なんかすごい仲悪い人たちみたいな感じになってるから、ね、各々なんかお互いのことを思って動いてそうけど結果分かってないみたいな。とりあえずで いっぱい釣れたんだよ。あ、釣れました。お気づきに今多分500ぐらいあると思う。うんうんうん。これね、あのね、1投目で釣れたんよ。へー。そう、ベイトの溜まり方がえぐくて。2箇所目よね。2箇所目、あの堤防のとこね。そう、俺のロッドで釣られていればあそこの堤防行っとらん。誰に持っとるやん。めちゃめちゃ根に持っとるやん。行っとらん。でもとりあえずね、4箇所目で
まあまあ、だからあのいやいや分からんで分かったとそれは分かるやろめちゃめちゃ急坂なんですよ。めっちゃぜいぜい言うところを歩かんばくて、うん、行き着くところはやっぱここやな。そうね、うん、面白かったよマジで。なんだかんだまあまあまあ、うん、まあよかったんじゃないでしょうか。楽しかったです、ね、面白かったよ、うん、面白かった。新しいなんか感じも取り入れながらやっていきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、コメントも待ってます、はい、コメントも待ってありがとうございました、はい、どうもバイバイ。